クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子に声をかけました。どうしたの？女の子は答えました。迷子になったの。ウィンディアはその子をお屋敷に連れて帰ることにしました。それが聖夜を悪夢に変える出来事の始まりだったのです。リオールおじいちゃんが血を流して倒れていました。誰？メリークリスマス。ニックキニックキ、あのディオールを血にやっつけたもんね。その小娘はもう用済みだから教えちゃおう。お土産もいただいたし、もう用はないや。バイバイ。僕だって好きでこんなことしてるわけ。バイバイ。大変、願い文句が盗まれている。大変なことに。Thank you.
かサタンクローズ、スーピーを連れ去った罰だ。なんか飛んでったよ。僕がやらないと。
くはいかない。邪魔をすると容赦しないからね。僕がやらないと。